皆さんこんにちは、長尾さやかです。今日は鼻の手術について自分が体験してレポートしていきたいと思います。いやもうずっと、まあ、私こう鼻がね矢印で下に下がってるんですけど、まあ、それがね悩みだったんですね。家族みんなこんな感じの鼻なんでもういっかとは思っていたんですけど、まあ今ね1月末なんですが、花粉症のねまた時期になってきまして、結構朝起きると鼻がもうねもう鼻水で鼻が全部埋め尽くされてる感じのねあのぐらいの花粉症なんですよ。で2年に1回ぐらい耳鼻科でこう粘膜を焼く治療してたんで、で花粉症を和らげると、それがなんとで、ね、今年多分切れてたんですね。もう2年ぐらい経って、でわあまたあれやって鼻水まみれの、まあ、治療を過ごさなきゃいけないなと思ってたら、そういえば新次先生がそれもできるし形も綺麗にできるって言ってたなと思って、あだったら中も外も綺麗にしてもらおうかなと思いまして、ついに思い立って見た目も機能も両方良くしようと思い今日に至りました。よろしくお願いいたします。で、まあ、鼻ってこう目ほどね主張はしないんだけど、やっぱこう綺麗か綺麗じゃないかをかなり左右するポイントだと思っております。結構日本人の方目にねポイントが行きがちなんですけど、鼻がちょっと失礼ですけど、ちょっとなんかこう低いとか形が曲がってとかあるとやっぱこう悪目立ちしちゃうというかね、そういう場所なんですね。なのでもう鼻だけが高くてスッとしてて白人のような綺麗な鼻でそれだけで綺麗に見えるとかって、そういう部位ではなくて、悪いところがないっていうのがある意味鼻の綺麗に見えるポイントなんですよね。なので私の場合はこう下がってこう矢印になっているっていうこう悪目立ちポイントがありまして、それそこの印象を引っ張ってるものをなくしたいなという感じでございます。個性のない鼻の方が綺麗に見えるって言われるゆえんですよね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。で鼻をパッと見綺麗に同じデザインする方法たくさんあるんですけれども、例えば家に例えると突貫工事で1ヶ月で作る家と半年かけて作る家、どっちが長持ちして地震とかそういったものに強いかっていうと、絶対圧倒的に後者、半年かけて作ってしっかり地盤から掘ってコンクリートの柱埋めてしっかりこう地震とか災害にも耐えられる土台を作ってから家を建てるっていう時間と手間費もかけてる家の方が長持ちするんですよ。それも鼻も一緒でして、パッと見同じデザイン、例えばプロテーズバーンと入れて同じデザインにすることはできるんだけど、それが長く持つかっていうのとか変わっていかないかっていうのがかなりこうやってる先生の、まあ、腕と手間暇の掛け具合でかなり違うのは私は分かってまして、新次先生にこうかなり土台がしっかりした花で変わらない花を作ってほしいなと思って、新次先生なら大丈夫と思って今回お願いすることにしました。ありがとうございます、はい。まあ、あとはエンリケさんが綺麗になってるところを見まして、もう本当にすごい綺麗な花になってるのを見まして、これを一女性として見ていいなって思ったのが本当に私も思い立ったきっかけでございます。綺麗になって喜んでる方がいるのを目の当たりにすると、自分も見て見ぬふりして諦めてるなんてもったいないと思っちゃって、花粉症のついで治そうかなと思いました。まあ今いろいろ話していただいたんですけど、私が普段診療の中で手術の中で重要視しているところを、まあ、信頼して、まあ、決断していただいたんだなっていうのを、うん、まあ、改めて実感いただけたので、まあ、とにかく期待を裏切らない、うん、まあ、これから末永く付き合っていくパートナーとしても、まあ、責任を取れるような手術をさせていただきたいと思っています、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。なんて言ったってね、美容オタクの私がこれなら大丈夫と思ってね、はい、期待してやりますので、はい、大丈夫だと思います。そうですね、結構見る目が厳しい方だと思うので、うん、まあ、さやか先生に決断いただいたっていうのは、しかも、まあ、さやか先生の方からお願いしてくれたので、うんうん、まあ、本当に光栄なことだと思ってます、うん、頑張ります。お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。こちらに新次先生ね、2月 のアメリカ美容外科学会で鼻の手術の発表もするくらい今かなりこう注目を浴びているドクターになりますので、ぜひそこも活躍を見ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます、はい。
手抜く、手抜く、よろしく。いつもいじめてごめんね。大丈夫。返ししないでね。むしろお礼しかないよ。ありがとう。大好きだよ、うん、ありがとうございます。